第一刀弓。内臓弓とも呼ばれる。講義には、最球とも呼ばれるが、エラに分化することを前提に定義された最球、という言葉に対して、少なくとも、現生の動物で、第一印刀弓がエラへと発生する動物はいない、ため、第一印刀弓や、第二印刀弓を最球と同義とせず、第三印刀弓を第一最球とすることもあるので、注意が必要。 また、細急という名称は、魚の生態のエラ骨格に対しても用いられることがあるので、これとの混同にも注意すべきである。脊椎動物の発生において陰頭部に生じる、支柱状に突出した、形態物であり、頭部や頸部における非常に多様な構造へと分化する。脊椎動物に、特徴的な頭部構造の形成では、その大部分を、 陰頭弓の発生が担っていると言っても過言ではない。外側は外肺用上皮、内側は内肺用上皮に覆われており、内部は神経体細胞と中肺葉の関与が満たしている。頭部神経体細胞が肺側から腹側へと郵送するのに伴って、各々の弓が伸長する。脊椎動物の肺発生において神経管が完成するに伴い、 肺側より神経底細胞が郵送し始める。腹側へと移動する頭部神経底細胞は、分節的に複数のストリームに分かれ、頭部中肺葉を同時に引き込んで、将来の陰頭にあたる領域において、複数の独立した陰頭弓を形成する。発生が進むと、各陰頭弓は伸長し、最終的には腹側で、 左右一体ずつの弓が合一して、カゴ状の陰頭を形成する。角陰頭弓の間にはスリットが残るが、これを陰頭列と呼び、将来のエラ列になる。陸上生活を行う多くの獅子動物では角弓の間は当然スリットとしては残らず、陰頭の内外で溝状の構造として残る。外廃用上皮が溝状にくぼんだ構造は特に陰頭口と呼ばれる。 ちなみに、角印頭弓の間で、印頭内肺葉上皮が、体の外側へ向かって脳上に棒出した構造を、印頭脳と呼び、角印頭脳もまたそれぞれ特徴的な構造物へと、発生する。印頭弓のうち、第一印頭弓は、顎骨弓とも呼ばれ、顎口類では顎を作っている。印頭弓と、その代表的な派生物の発生様式の多くは、 基本的なボディプランとして、脊椎動物の各系統で保存的である。なので、系統に沿ってその進化的な基準を追うことができるが、無論あらゆる派生物が、系統間で同様の構造として認識されるわけではない。ここでは、人の咽頭弓について構造を列挙するが、すべての脊椎動物がこれと全く同様の発生をするわけではないのに留意。 人の場合、陰頭弓は全部で6つあるが、第5陰頭弓は往々にして、ほぼ欠如しているか、痕跡的であり、軟骨などの構造物も発生しない。したがって、ここでは1、2、3、4、6番目のみ記述する。ありがとうございます。